ちは、今回は疾走ドラゴン、使っていきたいなと思います。まあ、このジェネシスドラゴンとかフォルテとか、そういったフォロワーで、顔ばっか狙っていくで、まあ、実質アグロみたいな感じで、まあ、ドラゴンって結構 PP がブーストしやすい、他のリーダーよりもブーストしやすいから、まあ、実質ジェネシスとかね、結構低コストで出せたりするから、まあ、実質アグロ寄りなんかなとは思うんですけど、まあ、基本顔ばっか狙っていくと、そういったようなデッキで。で、まあ、以前ね、疾走ドラゴンっていうのはすごい流行ってたみたいなんですけども、忽然と姿を消したので、ちょっと私がね、検証していきたいなと思います。で、苦手な相手とか、得意な相手とか、それはちょっとよくわからないです。まだ、作ったばっかりなので。うわぁ！うわぁ！勝ちました、はい。ドロシー、まあ、超越とか、超越の場合はフォロワーは出しません。その見分けは、まあ、4コス、5コスぐらいで分かるかなとは思うんですけど、もうとりあえず、たくさんアイラ来なかったら全部入れ替えで、もうこれを提出しとくかな。やっぱドラゴンは、やっぱ最初に2コスでたくさん打てるっていうのがやっぱ気持ちいいよな。やっぱそれが一番重要かなと思ってて、もうここら辺のカードは正直ね、あんま嬉しくないんですよね。小賢しいの1個、小賢しいな。ただこの状況では相手がドロシーか超越なのかわからないから、まあ超越やったらフォロワー出さないつもりでいてるんですけど、さあニコスは小賢しいな、超越っぽいな。超越っぽいな。ちょっと待って、何これ。サラマンダーブレスのグラフか。そうか、6コスあーんで小賢しいな。ただ 2つでもまあ除去できるので、サラマンダーブレスとブレイジングブレス、まあ悪くないな動き的には。で次のターンドラゴンウォーリアーで、まあ湧いたとしても除けれるし、でその次のターンサラマンダーブレスでいけるから、まあドロシーウィッチは結構対策できてるんかなと思いますね。で小賢しいな、あー小賢しい。じゃあ、竜の投機でちょ PP ブーストしていくか。まあ、悪くない悪くない、まあ、ブレイジングブレスは結構ありがたくて、まあ、エミルとかレビーとかに結構使いやすいから。で、ゴコスは小賢しいな。もうドロシーが分かった瞬間なんか勝ちが確定したんだが、まあ、超越でも勝てるとは思うんですけど、小賢しい、小賢しいエッグトマトやわ。で、小賢しいな、進化するとか、小賢しい。3、4、5やか、ブレイジングブレスいけますね、はい。じゃあ、ブレイジング、これ打ちまして、ブレイジングブレス打ちますと。ことごとく消えていったぞ。これ、痛いやワンチャンあるな。まあ、全然状況はまだ分からんけど、さあ、どう来るか。もう次のターン、フォルテ進化でいっちゃうぞ。なるほど。もうフォルテプラス、まあユニコでもいいか。ユニコ出して。で、ユニコ相手、除去らないとね、ドロシーやから厳しいと思うしな。もう7点入ります。ワンチャンリタイあるな。もう攻撃しますと。あれ？で、10コスでジェネシス進化とか言ったら9点入るしな。で、あと4点削ればいいって話かな。で、シノブと打ちます。でユニコ破壊するのかしなかったらやばいな。小賢しいな。小賢しい。なるほど。まあキルヘイでいいかな次のターン。破壊しで破壊します。で、なるほど。アイボリーか。まあキルヘイを、まあ、ドラゴンウォーリアー下げる感じでいいかな。これ出して、進化を使いますと。まあ、ドロシーウィッチやからな、相手の盤面処理に回ったらもうその時点でもう勝ち目がほぼないと思ってて、もうドラゴンウォーリア出しちゃって。やばいやばい。アイボリードラゴンが2枚もあるんだが、これドローソースもないしな、盤面広げることもできるし。さあ8コスはもう突破すんの無理じゃないか。シノブと、まあレビーのおじさんがおればなんとかなるんかな。さあどう来るか。グレーンの魔術、まあさすがにそれ打つよな。ただそこに打った時点でもうドロシーウィッチとしてどうなんやろうなと思うんですが。でジェネシスもいけるしな。どう来るか。どう来るか。
まあジェネシス、まあ、次多分ジェネシスでいいと思います。もうアイボリードラゴンでまあドロードローしていたらフォルテも来るだろうし、ジェネシス7点入ったら6点残るのか、それ小賢しいなルーン打ちます。で小賢しいな、ドロシー来てないというかまだ低いかな、まあ、来てもね、サーマンダブレスで一応除去はできるんですが、あー来るのか来ないのかあーオッケーオッケー、じゃあここは、あー想像の前には破壊がある。これ破壊できんのか、あーほんま想像の前には破壊があるな、どう来るか。いやジェネシス、あー勝ちました、はいよかったな。あーいややっぱジェネシスはな強いわ、あーやっぱ倒せないから出たら、うん、ちょっと今このシストドラゴン来てるんちゃうか、なかなか強くてね、いいと思います。ただ相手がドロシーがね5コス6コスあたりに来なかったっていうのが救いやったかもしれないですね。ただこっちもタクセンとアイラが最初の方出せてなかったから、あーまあどっちもどっちって感じかな、まあ、こっちもタクセンとか最初打てたら もっと早くあのゼネス出せるし、あー勝ちました。エルフってことは、あ白狼、白銀かな、白銀白狼かな、あーなるほど、もう全部入れ替えます。あなるほど、ちょっと手札が悪いな。ただエルフにこのなんか疾走ドラゴンって冥府エルフの時代はすごい強かったよな、やっぱりファフニールとかが結構流行ってたな。今は亡きファフニール、あーで、1コスはあないのか、ちょっと厳しいな、エルフ相手に低コストがないのはちょっと厳しいな。で高校じゃないのにドラゴンウォーリアー上がるのは何の意味もないし、あんま強くないなこれ。まあさやなブレサラマンダブレスはまあ覚醒6コスになったら強いけど、フェアリーリスからなるほど、まあ、3コスでアイラが来ると強いって感じかな。あー託戦はまあ悪くないな、全然悪くないわ、もうこの1枚だけでも全然変わってくるから、あぶっちゃけもう次のターン死の武道とかで打てるんで、いや全然今のは違うわ、出したか出さんかった全然違うと思うしな。あフェアに並べてくるんやったらまあ、もうドラゴンウォーリアー次のターン出してもいいかな、どうせ進化使わないから、あサラマンダブレスで6コス行く感じになるからな。小賢しい小賢しい、まあこれ出しますと、でおとりにして、エルフプリンセスメイジをおとりにして、まあこのドラゴンボールはおとりにかかってくれたら小賢しいな。おとりにまんまでかかったな、まあ、それサラマンダブレスで全直できるから、あで並べてくるのかな。並べてくるのかな、1点2点3点で並べてきたら、あー並べへんのか。なるほど、まあこれサラマンダブレスで全除去と、で次のターンから覚醒状態になるので、もう回転流からのアイボリードラゴンでも全然強いと思うし、さあゴコスはもう次覚醒状態入るからな。ただ手札9枚あるっていうのがなかなかのもんやな、まあ、リノセウスのコンボが怖いっていうのはあるわやっぱり、まあ、ティアかな、あこの流れはティアという小賢しいエッグトマトを出してくる可能性が高いな。あリノセウスを出します、で小賢しいな、でエンシェンテルフかな、あーんで、あーんで、あーリノセウスを出しますと、いやもうこのコンボやめてくれマジで。強すぎるんだが、まあ7点食らいますよと、なるほど、あブレイジングブレスか、そうやな、まあ、アイボリードラゴンをジュワして、あまあ進化すんのかな。ちょっと微妙な動きになるけど、進化してリノセウスを取って、回転竜を出して、でもフェアリー1体も、怖いので取っちゃって、ブレイジングレスも全力やな。あで6枚のうちにリノセウスが1枚でもあれば、あ負けなんかな、さすがに進化権も残ってるからな。さあ6コスはまあ、ジェネシスまで耐えればなんとかアイルプリネ出しますってことは、リノセウスはないってことかな、 あったらこんな4コスでは出さんから、小賢しいな。リノセウスないのはちょっと相手致命的やな。で2コスはリザとかかな、
あでもリザ入ってんのかな、やっぱテンポエルフ強いなリザかやっぱ強いわテンポエルフ。ただ死の武闘はダメージいくので、まずここはまあアイボリードラゴン出して竜の陶器とかが欲しいな。竜の陶器だ、すごいよこれ竜の陶器打ちます。まあ変化する魔術師でいいかな。いやここはまあ変化する魔術師かで、こっち進化しますと、まあ、攻撃取っちゃって進化しますと、で変化する魔術師が次のターン進化するし9点あるっていうのがやっぱ大きいわ。やっぱり竜の陶器はドラゴンをやっぱ強くしたカードやから本当強いと思う。あのカード3点回復で、2枚ドローで PP 貯めるって書いてあることやばすぎるだろうってで変化する魔術師が55の疾走なんやったかな。あこれも強いよな、やっぱり疾走ドラゴンの必須カードやから。さあ7コスは、まあ、次のターンジェネシスで15点いくのかとりあえず理論戦争1体でも多分引かれたら負けてしまうから、もうそれ祈るしかないな。まあ、陶器が来れば安全を見据えて、もう陶器を打っちゃった方がいいかなと思うんですけど、まあ、ジェネシスで殴っていくよりもやっぱ陶器を引くためにアイボリーを次のターン出した方がいいんかな悩んでるな。9点やからな、結構安心感があるな。まあ、白骨で白狼が出てきた、白銀が来るとしたらちょっと怖いけど、ほんでどちらにしても白銀が来たらやばいに越したことはないか。ただ並べてくるってことはティアかな。小賢しい小賢しいな、ほんで小賢しいなるほどなるほどなるほど。ってことはリノセイスのリーサルが次のターンあるということなるほど。まあ竜の陶器まず打ちまして、ドローします。死の武闘を打ちます。で攻撃するとで8点を決めることができそうですよね。ただ手札に加えるカードがなければまだリノセイスは耐えれそうなんですが、まあエンシェントエルフもしくは自然の導き、その2枚のカードがあるかどうかやな。まあでも1回使ってるからな、どうなんやろでもそれラストワードで使えないからな。なるほどなるほどなるほどやばいカード出てきたな。まあアイボリードラゴン出します。まずいなこれ、リオンセウスでも相手破壊しないと4点食らうことになるから、破壊できない、あれ破壊できない破壊できないやん。まあ、キルヘイで下げて、もう出しちゃって、出しちゃって、負けか。破壊できなかったな。ジェネシスドラゴンで破壊しとくべきやったか。で、まあ、リノセンスで負けですよ。はい、なるほど、なるほど。ちょっと失踪ドラゴン、そうやな、もうちょっと使い方がうまかったら勝てるかもしれんけど、ちょっとやっぱ環境には食い込まんのかな。やっぱエルフにはやっぱ、まあ、竜の陶器こんだけ打って、やっぱ手こずるってことは、やっぱり刺さらないってことですよね。陶器がこんな運よく来て、やっぱ削られてしまうからな。リノセンス本当ナーフするべきやと思うけどな。リノセンスはあんま禁止やと思うわ。